エレベーターに。閉めるの、ちょっと待ってください。え、神田さん、うわ、ドンじゃない。うわぁ、神田とはぶつかるぐらいの勢いで駆け込んできて、実際にぶつかった。あはははははははゴーヘルゴー、突き落としていこう。チャプター14、バカが金棒でやってくる。なんだ、結構新ストーリー突入しそうな感じやな。はぁ、いや、つしろさん、もう昼前ですけど、今日の業務は。今日はなしだ。でかい昨年で消耗してるし、今日のうち休んどけ。そうやな。はあ、それはいいんですけど。はあ、八代さん大丈夫ですか？今日はもうずっとため息ばっかり。いいからほっといてくれ、俺も疲れてるんだ。あやつは何と言っていた？疲れてるから休みですって。私も疲れてたから助かる。じゃあ部屋で休んでようかな。我もそうしようかな。もう待ってください、この雰囲気の中に一人残されるのは辛いです。じゃあともりも部屋に戻れば。なんだかほっとくのもかわいそうです。かわいそうだね、思ってくれとる。ていうか他の人は？レッカのやつはサボって部屋で寝ておる。そうそう、サボりなんか。あいつは機械人形は昨日エネルギーを使いすぎて充電。ああ、それはわかるな。侍の人は倉庫で。侍の人って言われてる。侍の人って呼ばれてんのか。一ノ瀬さんも今日は蝶の方だって言ってたし、私たちだけでも反省会しましょうか。また言い出すかな、一ノ瀬さん。反省会ってめんどくさい。勝ったのに何を反省せねばならん。そうやな。うちの手柄にならなかったのも代表が女の前でカッコつけたせいだし、自業自得でしょ。こういうのが後から後からさ、その神田さんにさ恩を打って後から恩返してもらえるんだったらええんですけどね。それに自分の機嫌は自分で取るものだ、我は知らん。じゃあそういうことで。ああ、言っちゃった。はあ、こっちまでため息が映っちゃう。八代さん、私も部屋戻っていいですか？ん？なんだ、まだいたのか。まだってさっきも言ったけど、もうお昼ですよ。何か作りましょうか？そうか、昼。どうしたんです？いや、飯はいい。用事ついでに町へ行って栄定食でも食べてくる。今日は休みってことにするから、トモリをゆっくりしておけ。勝手なんですから。はあ、私もお腹減ったし、もやし炒めラーメンでも作って食べよう。うわ、うまそう。キリクちゃんとコウシちゃんも食べるかな。聞いてこよっと。お、なんだよ、八代じゃん。なんだ、また冷やかしにでも来たか。間違えてなんかボタン押しちゃったらさ、なんか始まったぞ。ん、八代、おい、何ぼーっとしてんだよ。声かけてもらってんだから返事くらいしろ。返事しろってのは。おごー、おい、てめえ、いきなり何しやがる。反応しないから気づかせただけだろ。なんだよ、私が悪いのかよ。で、荒稼ぎか。あれ、なんで売店に来てんだ。栄定食でも食いに来ただけなのに。まあいいか、ついにちょっと買い物してくるか。何か買うなら別にいいけど、店先でぼーっとされちゃ迷惑なんだよ。はあ、だから無視すんなよ。今度みたいなやりとり。まあショップですよ、いつも通り消耗品の補充。そしてこの清掃風のアイテムをね、用意しとったらね、いざった時に役に立つんで。あと暴力のバフを上げるアイテムは結構重宝。そしたらこんなもんかな。はいよ。はい、毎度あり。ちょっなんか調子狂うな、今日のあんた。ホラーとどんな展開でストーリー進んでいくかな。ん、ああそうか、売店か。ここ栄定食が出てくるかと思った。重症すぎるか。やつしろ、なんかちょっと重要す、重症しすぎんか。頭なんか全然回ってないぞ、お前。
そうだよな。なんでこんなとこ来たんだろう、俺。こんなとことはなんだお前。値段10倍にするぞ。アラちゃん、何騒いでるの？って、八代がなんでここに？あ、いらっしゃいませ。出た。手のひらくるくる太陽。やっほー。アラちゃん、いつもの飲み物をもらえる？はいはい、ただいま。八代、なんでのんびり売店にいるの？総務課から13時に来るよう連絡があって。あ、なんかあるんだ。そんなのはあったっけ？朝、事務所に電話して、ともりちゃんに伝えた。みんなそんなこと言ってませんでしたよ、あいつ。ああ、言われたんかい。忘れてたら聞かーい。私、買い物したら先に行くけど、遅れないでよ。なんだろう、呼び出されたって。え？まさか。報告上はレティクルが倒したってことになってるけど、本当にレティクルが倒したんですかみたいな確認のあれかい？どこから情報が伝わったんですかね、俺が倒したってこと。いやー、本当に結果を出したものってね、隠しててもわからんもんなんですね。いや、俺まだ昼飯食べてない。あー、来た。来ます。 DLD サー DLDR サービス、やつしろです。やっと来た。もうみんな、てか岸さんも来たんで、今回ジュローグモに関してはあんまり何もしてなかったような感じの人。いや、やつしろくん、先日ぶり。八代さん、そのこんにちは。お前はどの口でどの顔で会いに来てんだよ。二人も呼ばれてたのか。選抜の三者ってことはこの前の反省会か。八代くん、遅いぞ。すんません、ちょっとやぼようで。まあいい、それでは始める。先日のジョローグモ作戦についてなのだが。はい。三者とも素晴らしい働きをしてくれた。レティクルは微妙でしたけど、レティクルじゃないわ。キシチはちょっと微妙でしたけどね。ジャズ君の率いるキシチ工業は、その人員を使ったローラー作戦。ああ。付近の脅威を排除して。そう言われれば確かに活躍はしてるのか、地味な活躍だったけど。作戦場所の森にはジョローグモがいなかったため、発見には至らなかったが。それでも数多くのゴミを排除してくれたので、付近の住民は安心しているだろう。ありがとうございます。 TLDR サービスの八代くんとレティクルのカンタタくんはジョローグモと果敢にやり合って、一時は行動不能にまでしたそうじゃないか。一時はっていうか倒したじゃない。まあそうですね、最後はレティクルさんにお任せする形にしまいましたが。まあ残念ながら、ジョローグモ、何お前今になって申し訳ないみたいな感じの顔になったな、お前って話やけど。え？ん？総務課長、今何とおっしゃいましたか？ジョローグモは取り逃がした。え？逃げた？取り逃がしたって、あれはもう動けるような状態じゃなかったはず。そうなのだ。だがジョローグモをカンタタ君に搬送してもらっている際に逃走してしまった。あ、それであんな、ああカンタタさん、罰の悪い顔だったんじゃ。 いきなり暴れ出して、もう行動不能だと思って、こちらも人員をあまり割いてなかったし。ああ、どうしてそんな。最初の突撃でうちの従業員もかなり減ってて、動ける人があまりいなかったんです。というよりはさ、倒しきれてなかったんやな。あと一月やっとくわみたいな感じでやっとったんやけど、それでもダメだった。そんな、すみません。くじゃあ俺たちのしたことって全部無駄だったってことかよ。八代くん、何があったのかは知らないが、とにかく落ち着こう。報告は事実のようだし、掘り返しても仕方ない。これからどうするかじゃないかな。うん、とりあえずあなたはパチンコやめてください。くっ、わ、わかりました。それでは総務課長、続けてください。う、うむ。取り逃がしたと聞いて、追い詰めた八代くんたちは無駄骨だったと思うかもしれないが、そうとも限らない。ジョローグモが深手を追っていることは明白だ。なので、捜索は前回より容易だと思われるため、すでに次の作戦の段取りを始めている。はあ。状況が整い次第連絡するので、各自頭の中に留めておいてほしい。承知しましたよ。作戦はいつ頃になりそうでしょう。
正直な話、時期は不明だが、なるべく急がせる。そして今日はまた別の話がある。こちらが本題となるので、みんなよく聞くように。なんだ？お手元に置いてある資料をご覧ください。空城、何だっけこれ、なんて読めたっけ、感情だったかな、の優先使用に関する条例。クショとは、クショか、いわゆる地獄施設のことだが。そうやな。神田太君、現在はこれが何箇所あるかご存知か。32箇所でしたっけ。よく覚えていたな。これらのクショを業者が利用するには知っての通り許可がいるわけだが、うん、今後は町が指定する業者に優先使用権を与える。え、そういう条例だ。それはどういう感じの、どうしてそういう感じになったかが気になるな。町が指定の業者に優先権を、どうしてそんな方策を取る必要が。総務課長、少々質問があります。そういった優先権は小中の業者からの反発も考えられますが、そのあたりはいかがお考えで。そうやな。あ、いや、特定の業者を有利にすることが目的なのではなく、そうだな。活性化。活性化だよ。いやー、この感じからしたらさ、課長も上からの指示でとりあえずそう言ってるだけで、課長自身が考えたわけじゃなさそうやな。もうなんか上からの指示やっけ仕方なくやいよるけどさ、そう質問されたら言葉に積もる感じな。日々の業務の効率化を図る一環でね、優先権を与えられた業者はさらに多くの亡者をクソに送り込もうと思うだろう。いいよっていうかさ、ちょっとどうにかしてその場しのぎのためにとりあえず便宜を図っていいよような感じやな。まあ確かにそうかもしれませんね。儲かるチャンスなんですから。そうすると優先権を得ようと他の業者も努力する。これは活性化と。ああ、これすごい建前に聞こえてくる。すっごい建前に聞こえてくるぞこの言葉。ま、競争は一種の活性化ですしね。そうだろう。そして今回その優先使用権をジョローグモ作戦において功績の大きかった3社に与えることになった。だからその3社を集めたわけね。で、もしかして俺たち3社。うむ、その通り。これによってより躍進していただけると思う。あの、その朝礼はいつから。まだ調整中ではあるが、数日中に開始するつもりだ。数日中だって、さすがに急すぎる。ジャズ君、何か。いえ、特に何もありませんよ。我々は朝に従う。何の意図があったのか。でもその直前にさ、なんかお偉いさんみたいな人と電話しよったわけやけんさ、あの人の意向って感じがするな。あの人が何か考えとるなっていう感じがするな。ふむ、それでは資料に沿って説明を。はい。あ、すいません課長、ちょっと質問いいですか。なんだね八代くん、手短に頼むぞ。その優先権とこの間の先発部隊とかにうちも選ばれてるわけですけど。ふむ、それ聞いちゃう、課長に聞いちゃう。その理由に一ノ瀬、主任が関係してたりしてます？何を言ってるの？そうだぞ。どうしてそこで一ノ瀬くんの名前が出てくる？焦ってる。うちの会社規模なんでって自分が一番知ってる。何かしらの便宜があったって考えてもおかしくないですよ。憶測で言っていいことではないぞ、八代くん。一人の職員がどうこうは関係あるはずないだろう。はい。八代さんの思い過ごしですから。そうですか。もういいかね。それでは説明を続けるので資料を。まだ駄菓子屋来ちゃった。わあ、やっぱ堅苦しい話は肩が凝るな。やっとこそ解放されたぜ。昼飯もまだだったから腹もなりまくってるし。ああ、この時間まだ A 定残ってるかな。ん、あれ、財布がないぞ。落としたのか。いや、持ってきた覚えがないな。出てくるとき、ぼーっとしすぎて忘れたか。だいぶ重症すぎんか、やつしろ。大丈夫かよ、お前。とりあえず、一ノ瀬に出してもらおうか。まだ総務課にいるだろ。
それで七ノ瀬さんを頼るのもどうかなと思うんですけどね、あなた。エレベーターに閉めるの、ちょっと待ってください。え、神田さん、うわ、ドンじゃない。うわぁ、神田とはぶつかるくらいの勢いで駆け込んできて、実際にぶつかった。あはははは、やめようぜ、神田とさ。そういうさ、同性の男が困るような感じのことをやめよう。おっぱいでけえなあ。あと、この感じにお前ブラつけてねえだろお前。は、ちょっと解いてくださいって突っ込んできたときさ、結構おっぱいブルンブルン揺れてたんじゃないのってぐらい。なんだよ、お前。ハートの中に手突っ込みてえねえ。それはいいんですが、ちょっと近すぎやしません？うん、そんなに狭いエレベーターだったかな。いや、そういうのはどうでもいいんです。どうでもよくねえわ、わけでねえだろお前。どうでもいいことはなくないですか。さっきはタイミングが全然なくて言えなかったんですが。だから何の話。おちついて。おちちつついていいですか。いや、おちちついてるところ押し付けられてる。キス待ちみたいな顔やめて。ああ、ジョログモの剣だったのね。はいはい、くっついてるのわあ、バイバイ。違う。もしかして、バイ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 。バイ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 。ああ、だから近い近いですって。その、怒ってるわけじゃないですから、むしろご褒美もらってますから。よかった。できれば、これからも仲良くしていただければ。さりげなくここ手握ってんのお前ずるいな。ああ、さらに胸が押し付けられてる感じがする。押し付けてんなこれ。押し付けられてるってか、押し付けてるなこれ。八代さん、ダメですか？仲良くしてくれないですか？あざと？全然ダメじゃないです！俺たち仲良し！ありがとうございます。これからも迷惑かけるかもしれませんが、よろしくお願いしますね。あ、ぶっちゃけて言えばさ、ゲーム初めてこれまでで一番迷惑かけられてるな。はい、こちらこそ。でもまあ、おっぱい押し付けられてるからチャラですね。柔らかかったな。やめやめろ、その手のポーズやめろお前。あのおっぱいを揉んだらこんな感じなんだろうかなみたいなシミュレーションすな。うん、まだ感触が鮮明に思い出せる。あと、なんかすげえいい匂いだった。ま、いいこともあったし、とりあえずやる気戻していくか。なんか、俺の一歩ことがでかすぎて、超で何の説明を受けたか抜けちまったけど、ダメじゃねえか、お前。さあ、次もストーリーを進めよう。お化け団地かな？これが、団地じゃ。都心が変わったことにより使われなくなった団地は幽霊とか出てきそう。ゴミというよりは幽霊出てきそうな感じのシチュエーションじゃないか。これどうしようかな。なんかボス級のやつが出てくるかもしれんけど、とりあえず攻撃ボフもらいましょうかね。ボスっていうボスがちょっと心当たりがないんですけどね。どうでしょう。ストーリーの流れから、そもそもなんでここに来たのかっていうのがいまいち分かってないんですけど。なんかいかにもな場所で、その名の通りお化けが出てきそうじゃないですか。そうだよね、こんな雰囲気、もうなんか心霊スポットや。ネットでささやかれている心霊スポットっていう感じの場所来てますけど。てか広いんだ、部屋の数がこんなに多いんじゃ。マンモス学校みたい。地獄でお化け怖がってどうする。というか、お前がお化けみたいなもんだろ。確かに私は死んでるみたいですけど、自分ではそんな実感あんまりないんですよね。確かに肉体があるからね。はいはい、
亡者はみんなそう言うんだ。それにお化けってのは単にでかいって意味だぞ。おー、確かに大きいこと。あ、そういうことなんじゃ。なるほど、そうでしたか。そういう意味でのお化けなんやな、幽霊的な意味で。じゃあビッグ団地とか巨大団地で良いのでは。お化けが出そうだし、お化け団地でいいだろう。お化けが出そうなんは否定せんのやな。待って、なんかおかしくないですか。まあよい。それより今日はなぜここに来たのだ。そうだよ、そこが気になるところ。何かあるの。知ってる場所ではあるが、仕事で来るのは初めてか。亡者が多いところと聞いたが。亡者を集めたいのか。ああ、おっさんの言う通り、ここは亡者が迷い込む定番スポットの一つで、まあ確かに亡者が住みやすい場所を探すんだったらここに来そうな気がするな。だって住宅だもん。その割には今まで来てなかったから、まあこれから一層頑張っていこうってことで足を伸ばしてみた。なるほど。近所のガンプラ売ってるお店だけじゃなくてさ、ちょっと遠いところにも足を伸ばしてみたみたいな感覚かな。それに前の作戦の稼ぎはゼロだしな。いや、マイナスって言った方がいいか。まあレディクルも、ジョローグも自体取り逃がしてから、結局どの会社も儲けなんかないんだけど。ジョローグもとの戦いパート2が後々あるんかな。あんなに頑張ったのにな。ねえ、まさかこんな誰も浮かばれないような結果になるとは思わんかったけど。また次の機会があると思えばよかろう。我らは一度勝ったんだしな。そうだよな。それに全部損だったかって言ったら、ああ、うん、そういうことだけどよ、これから一層頑張るって仕事増やすのかよ、めんどくせえ。じゃあお前は事務作業でもしてな。そういうことは働いてから言えよな。とあんまり入り口でダペっててもしょうがね。それじゃあそろそろいい。代表、ちょっと。代表って呼ばれてるや。あれ、リーダーじゃない。なんでちょいちょいな呼び方変えろ、お前。前、リーダーって呼びよったで。ん？なんだ、キリク？対応するな。呼び方変わるのに対応するな、ちゃんと。前と違ってなんか機嫌いいじゃん。なんかあったの？いやー、まあ、特に、柔らかいのがあったというか、当たったというか。何それ、全然わかんない。わかんなくていいよ。まあ、ぼんやりされるよりマシか。なあ、なんだよ。じゃあ、そろそろ行くぞ。結局やっぱりバフがかかっとんじゃな。レディクルの姉ちゃんのおかげでバフがかかっとる状態です。さあ団地っぽい扉が立てつけだよ。ちょっと、幽霊っぽい感じの演出入れてきとんな。これしまっとけよと思うんやけど。まずはアイテムからスタートで。あー、でも下の方に敵がワンサカおるところがあって、でもアイテムかな。まあ今はアイテムかな。どんどん使ってこう。どんのーバフアイテム、これもボス戦で使ったらすごい効果的です。そしたら多めの敵のところが来たんで、ここでどれぐらいの戦闘力があるのかってを見極めたいが、数多いな。結構強いと思うよな。全体攻撃織り交ぜていかんかったらレベルな感じで思うやけどな。あ、てかそっか、一ノ瀬さんがおらんけんキリクが前に出たんよな。まあキリコは全体攻撃があるけんね。まあ生しな方。おら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 、おっと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 。ちょっと全体攻撃使いすぎた感があるかな今の感じ。なんか一体出てきた。あー、なんかデッキビリビリのやつ、なんて読むんだ名前、なんて読むんだ、なんて読むかわからんけど、これまで見たやつと色が違うような感じのやつが来ましたね。色違い多いなこのゲーム。あんまり結構硬い敵だと思うやろな。でも5人でボコボコにしたわけやけん、あっさり倒す。あああ、れ生き残ったん。倒したんかと思ったで消えたけん。 HP どれぐらい残った。でもそれなりに、あ、でも割と残っとんやな意外と。へえ、やるじゃん。あれ、それに対して地獄講師が死にかけ状態だとびっくりなんやけど。嘘だろ、戦闘力高いなこいつ。回復間に合うかな。
間に合ってくれたらいいんやけどな。こんなに HP 持ってかるとは思ってなかった。1回の攻撃で回復する方法がなかった。強いな。また回復アイテムゲットです。あ、土のうまた手に入った。土のうだらけやな。何ここって結構津波とか来るのかとかやいよったらイベントが目の前に見えてきたね。ちょっと一旦 HP をさ、あれ講師 HP 回復してますけど、あれどのタイプで回復した。回復する要素あった今わからんこのゲームやり始めても明らかに10時間以上やっとるのにさ、いまだにわからんことあるなこのゲームまあ何せよイベントが発生です。何か見つかったかな。そういえば本日も一ノ瀬さんがいませんが、ちょいちょいいなくなる一ノ瀬さん、レベル上げにくいところです。結構強いキャラなのにな、抜けられたらほんまに存在感が。ジョローグモの作戦以降見ておらぬな。あの作戦は終了したのにまだ忙しいのでしょうか。終了はしたけど成功はしてないよな。あの姉ちゃん超職員だろ。むしろ毎回言ったことの方がおかしいんじゃねえの確かに戦狼言われちゃった。確かに正論を言われてしまった。キリクさんはどう思われますか。こっちに振られても知らないし、私だって途中参加組なんだから。まあね、私が助けてもらった時はもうすでに八代さんと一ノ瀬さん二人一緒でしたよ。そうなんだよ、あの二人幼馴染以上の関係になりそうな気がするような雰囲気は出てるんだよな。エンディングによってはみたいなことがないかこのゲームのテイストから考えたらそういうなんかお互いの気持ちがみたいなことはないと思うわ多分。おーい、トモリ、ちょっとバッグ持ってこっち来てくれ。どうしたんですか、八代さん。いや、運よく気絶している亡者を見つけてな、バッグに詰めて持ってくぞ。あれ一人回収できた。はいはい、ああ、こういうのも慣れてきちゃったな確かに、もう現実だったら人さらいみたいなもんやけんな。倒れてる人を連れていくとかさもう犯罪集しかせえへんよなあ、トモリ。なんです？なんか真面目な顔して。俺が真面目な顔しちゃ悪いかよ。いや、何？ちょっと聞きたいことがあってな。なんでしょう？おっぱい大きさ、サイズ、ぐらい？何カップ？どう聞いたものか。そうだな。トモリは、地獄に落ちる前、つまり生前だ。その時は、決まり事やルールを守るタイプだったか？なんなんですか、いきなり。まあ、というかちゃんと守ってた方だと思いますよ。それがどうした。そういうのってやっぱり守らないといけない社会のルール的なものじゃないですか。そうだよな。ただ決められてるルールっぽいけど自分が納得いかないこともありますよね。あ、それはそうやな。そのルールなんでそんなん定められてるのみたいな。そのルールで誰が得をしているの。そのルールで多くの人が損していることに気づいてないのみたいなルールはあるよね。例えばまあ時事問題で言えばさ、あのコンビニの袋有料化とかさ、あれってほんまに効果あるのみたいな感じはあるけどね。例えば理不尽な校則とか歩道利用とか。ああ、ブラック校則ね。それも結構時事的な問題かもしれないな。あ、時事っていうにはちょっと前かな、いやもしれんけどさ、そういうこうこんな校則いるのみたいな感じの校則はあるっていう話を聞くよね。俺の学生時代はそんな感じはなかったですけど、髪型は丸坊主みたいなやつか。そうそう、そんな感じです。そういう納得できないことには抵抗してたかな。でもみんなそういうもんじゃないですか。まあそうかな。時代の流れによってさ、そういうのを消していく学校もあるし。はあ、なるほどな。他に感想はないんですか。人に聞いておいて。大体何か意味があって聞いたかなと思ってた。そうでもない。いや、ともりはそういう答えを言いそうだなってなんとなく思ってたからな。まあ生前というか死んだ今になっても納得いかないことについてはどうかなって思ってるんですけどね。うん、ほう、それはどういうことだ。
今この亡者さんを袋詰めにしようとしてるところですか、ね、やってることがほんまに犯罪なんよな。これが担架とかでさ、車に乗せるんだったらさ、救急車で運ぶみたいな感じで見えて、救急隊みたいな感じに見えるんですけどね、袋詰めってところがね、詰め放題かみたいな感じになってる。ははは、まあ諦めろ。それはルールっていうか、地獄の摂理みたいなもんだしな。納得できないなっていうか、私にそういうことを聞いたってことは、八代さんは違ってたりするんですか？俺も決められたルールには従う方ではあると思う。決まったことだけやってるってのは楽でもあるしな。ただ…ただ…何です？いや、何でもない。それよりスノーバッグ抱えて早く戻るぞ。あ、でもさ、ちょっと前にルールだからって俺たちの手柄をレジクルに取られかけたようなところあった。取られかけたってか取られたんかな、感じのことがあったもんね。それとちょっとつながる話かな。ちょっと掘り返しを感じになってる。まあそんな感じの会話イベントがありつつ、さあ難しい険しい道を通ってみようかなと思いました。こっちに来た。トモリーの攻撃が属性合ってなくて、あんまりいい感じとは言えないんですけど、高タイムの白タイプのゴミはさ、一匹たりとも残したくないっていう思いが強いやつですね。あれ、あんまり強ない？割とあっさり倒しちゃったな。そしてだったらちょっと何人かの分をちょっと単体攻撃で温存する感じでいこうかね。燃えろ燃えろ。オッケー。さあ第2弾、険しい道第2弾、これか。炎属性効かんのよな。トモリンはちょっと一旦休憩状態、その代わりに電気ビリビリが通る。こんな感じのフォーメーション、暴力高そうやな。でもどうかな、ちょっと攻撃力抑えすぎたかな。あー、抑えすぎたかもしれない。やっちゃったかもしれない。わー、めっちゃ残っとる HP。 おっと、トモリンはまあこのまま戦ってもらうけど、メズパイで筋肉を回復させとかんことはやばいという状況。使ってしまうかこれ。チャミ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 。ボスというボスをこのエリアで感じられんけんさ、使ってしまったわ。おるんかな、ボス級の敵がこのエリア、今回のチャプター。感じられんけんさ、使っちゃった。ちょっとトモリンが攻撃されるのは別にいいような気がする。なぜなら自分で回復する術を持っているから。えい、要素回復量はあんまり多くないけど、あれ、えい要素だろ、あれ、あ、使った。なんだ、なんかクリックの反応が悪かったぞ今。まあ何せよ、あ、その上でメズも回復に回ってとかなあかんよな。こうやな、これでいこう。早く間に合ったか。でもこれ間に合った感がせえへんな。間に合ってませんね。 HP 低いミリな感じの人が2人いますねこれで。 HP オールプラス 10% でちょっと補給できたのは良かったなというところか。さあこの先どういう展開になるか分かりませんが、ちょっと険しい方へ、険しい方へ行ってみよう。あえてね。おっと、地獄鳥が出てきたな。ファイナルトモリ使ってもいいかもしれないが、その前に回復を入れてしまおうかなというところ。回復回復をぶつけて、その間にみんなの全体攻撃をぶちまけていくというような感じでいきましょう。やっぱ地獄鳥がおるけん暴力が高くてなかなか倒せないというのがこの今の現状。ちょっと大きめの技を繰り出して地獄鳥を早い目に潰す作戦でいくか。こんな感じ。隅々やってやる。よいしょい。仕上げ
長女に当たっとかなちゃんとって思ってしまう。空振ってないかなみたいな。攻撃力高いな、ほんま相手も相手で。治療。あとはみんな単体攻撃をここでそれで倒せるかな、さすがに。オッケー。多分治療間に合った、間に合ってるね。うん。でこっち行ったらやっぱアイテムあるんか。険しい道を通った者にこそアイテムを得られるチャンスがある、そういう感じのゲームだと俺は思ってました。よいしょよいしょ、燃えろ燃えろ。はいはい、いいですね。さあこのアイテム結構豪華そうな見た目をしているが、わっ、攻撃力300と MP アップ、これはいいですね。攻撃力か、攻撃力300はでかいな。そしてチョッカー、チョコ最初使ったけんさ、このマップ挑むときに使ったけん、ちょうど補給されたという形。上に罠があって、罠を食らった、デバフを食らったらアイテム手に入れれますよみたいな感じでしたが、俺はこっちの方を選びました。このオペで HP のバフがちょっと増えましたね。回復バフっていうか回復か、今 10% 回復ルートだったかな。地獄鳥めっちゃ多ない、アホみたいに多いねこれ。えぐいえぐいえぐい、ホワイトえぐい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 。これ早めに思いっきり潰していかなあかん。ゴミを蹴散らした。あーでも一旦撃破できた、強い強い、みんな強いよ。ここはアイテムを回収させてもらう。また険しい方行ってみよう。あーやった、猛者来た。これは険しい方を選んで正解のパターン。そして強い2体に出てきました。これファイナルトモリが、あーまあ使おう、これ使ってもいいだろう、もう CW なんちゃら、CW2 個ずつ。そんな上でこれ、ファイナルトモリは威力が高い剣、属性が合ってなかったとしてもダメージは入るでしょう。あ、そんなに入れないね、そんなに入らないね。いけー、妖精の攻撃。やばい、耐久度高いな、こいつ。その上で攻撃が高い剣、厄介。急いで潰していかなあかん。耐性ついとってあれなんだったら、もういっそのこと回復に今回使っておいてもらって、メズもこう罪と罰、あ使う場所間違えたかな、罪と罰を後ろの方のやつに使っとった方が効率よかったな。チャミチャミして、毒と重いシールがいい。あと1体回復してから、あって、回復しよう間に触手攻めせられるというなんかのプレイでもやいよんかなっていうメガネになった。残りはもう全員でどん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 行こうぜ。まあ耐えた、残ったな。たねげなく MP がもう切れかけの切れた人間が出てきておる。これはどうなんだろう、猛者戦があるけんちょっと一旦回復側は入れたいところですね。消耗アイテム使って、よっしゃ回復した。あーこいつら来たか、2体もおるぞ。これはちょっと早めにやっていかないと死ぬ、ワイドシャレになりぐらいぐらい死ぬ。まずは猛者は弱いんで倒せた、ビリビリビリってやって3分の1ぐらいまでは減らせたが半減、あー講師がやられた、あれトモリもやられとんで、意外とやばいな。
もうちょいレベル上げして挑んだ方が安牌だったな。あ、しゃあない。これで終わるだろ。よいしょい。結構損害が大きかった。アイテム回収、もうちょい続きそうやな。わー、下の方が良さそうなアイテムある。わー、バフ要員めちゃくちゃおるな。何この要員。どれぐらい削った。わー、こいつ攻撃してくるやつだったっけ、赤いやつは。わっ、蝶がまだ増える。めっちゃ増えてくるやん、蝶よ。ちょっと厄介やな、ほんまに。これでタコみたいなやつは倒しただろ。倒した。蝶々2匹が残ったかな。蝶々ぐらいだったら、あー、まだ増える。地獄城がまだ増える。数多いって、やばい、数多いな。切り裂く系の攻撃こいつにあんまり通らんしな。無理せずにこいつは回復に回る。よっしゃ。でももうこれで増援終わりやな。属性が全然合ってないけど、もう終わるかな。あ、片方残ってる。でもこいつは攻撃してこんけんな。もういけるわ。はいはい、オッケーです。そしたらこれが手に入って、まだ続くかな、もうちょい。あ、イベントじゃ。またさて、もう終わり際のイベントなんですけど、何が残っとるかな。どんなイベントが残っとるのか、そもそも戦闘になるかどうかも怪しいけどね。そろそろ団地を一回りしたあたりか。今回は特に事件らしいものもなかったな。そうだな。毎回ハプニングがあったらこっちが持たねっつも。そうして気を抜いたところに襲いかかってくるもの。気を引き。どういうイベント来るかな。最近はもう何か起こることに慣れちゃってきてる。悲しい。索敵したところ付近に反応はありませんのでご安心ください。そうだ。そうなの。まあ拙者もそういう予感はしていた。嘘つけ。どうでもいいや。時間に早いけど上がろうぜ社長よ。そうだな。収穫終わったし、そろそろ引き上げるか。メズ、これもうじゃあバッグ担いでみんなと戻ってくれ。俺は一人で別用を片付けてくる。どこか行くんですか。ちょっとした残業ってやつだ。そもそもここに来た理由ってのがわからんけど、残業だ。他ルートでも亡者がおるらしいな。いや、課長、こんな時間まで残らせて悪いね。残業させられよったんじゃ。一応さ、おらんと思ったら。いえ、いろいろと書類のまとめもありましたし。大変ですよね、こんなセクハラ課長と一緒にいたい。できるだけ一緒にいたくないと思うのに。うん、その用事を頼んで残らせたということは分かっている、ね、やめろ、その含みのあるような分かっているね。ねっとりした目で一ノ瀬さんのことを見るんじゃない。あの、今日はそうだな。このまま帰るのもなんだ。少し寄り道でもしていこうじゃない。どこに寄り道してるんだろうな、ほんまお前。寄り道とは。分かってるくせにとぼけて、少し休憩していかないかということ。おい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 、俺の一
広瀬さんはどうするつもりだ。それはちょっと。断るなら断るでいいんだぞ。その代わり、あの弱小会社はどうなるかな。だからパワハラ部、パワハラ課長、セクハラ課長だけじゃなくてパワハラ課長も出てきてるって。あの会社が潰れたりするのは君だって本意じゃないだろう。へえ、その会社がどうなるか教えてくださいよ。え、誰だ。ちょっと飛び跳ねたねえかお前。出た、これのためか。どっせー。うわー、あ、危ない。な、何を考えているのかね。こんなところで金棒振り回してなんとか避けたからいいものの、いや、よくないぞ君。何を考えてるって、もちろんゴミ掃除ですよ。先ほどまで町の清掃業務に精を出してたところでして、そのついでにね。な、何を言っている。人をゴミ扱いして非常識な総務課の課長である私にこんな真似をして。へえ、じゃあそっちの同じ超職員の部下に偉い課長さんはどんな真似をしようとしてたんで。権が惜しくないのか。ああ、優先権。実はそれを辞退するって言いに来たんです。は、え、本気か君。何言ってんの八代。待って、参考朝礼は明日発令なんだぞ。今さら辞退されると再調整が間に合わん。私の一存でなんとかなる事案ではないんだ。さっき殴りかかってきたのはなかったことにしてやる。だから予定通り。よし、じゃあこのコンボでホームランさせてくれたら辞退しないでおきましょう。ホームランコンテスト。だから辞退させないための取引でしょ。殴らせてくれたら言う通りにしますよ。そっちは今更変更できないみたいだし、おとなしく殴られてください。待って待ってくれ、それは嫌だ。ホームランコンテスト。はあ、やっぱ言わなきゃ分かんないのか。八代は課長に近づくとその胸ぐらを掴んでグイッと引き寄せた。金輪際一ノ瀬に手を出すな。そうしたら優先権の辞退は取り消してやる。分かった。かっこいい八代。やるときはやる男だな、ほんまに。